よいしょ、いただきます。てや、今日も札幌一番味噌ラーメンです。すごい頻度で食べます。楽だからです。何が変わったでしょう。ひげを剃りました。いただきます。立て続けにいっぱい喋ったりまして、こっからはあんまり喋らんと。あっち、相変わらずうまいな、札幌一番味噌ラーメンは。本当に俺のアレンジもいつも天才です。これうますぎる。もう家でラーメンこれしか食ってないな最近。卵も入れたらよかった。最近な、卵焼きを覚えてん、作り方。全然しなくて今までジャジャってとったけど、ちゃんと調べて作ってみたらめっちゃちゃんとできたから、今度やる。卵焼きとウインナーにする。で、明日仕事休みやから、明日仕事休みやからマジで、なんやろ、早く寝る必要がないからさ、ダラダラできるなと思って、ダラダラしとったから晩飯も遅なって、配信開始も遅くなるかな。でも、遅くまでできる。ほんま2時とかまでやるかも。俺の気分が乗れば。うめぇ。もしかしたら、いや、いいか。酒飲みながらやろうかなと思ったけど、疲れそうやからやめるわ。で、明日の昼、まあ、昼、夕方わからんけどやるわ、配信。なるべく早く始めたいな。夕方始めたら結局また夜、なんや、休みの日の気分じゃなくなっちゃうから。早くゴールデンウィーク来てくれ。あと1ヶ月と1週間だいたい。今はもう完全にゴールデンウィーク目指して働いとる。もう長期休暇にもうダラ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 したい。家でのみんなやらない。別に社会人ってさ、それ全員社会人みんなやっとんやけどさ、このなんやろ、こう例えば年末年始とかゴールデンウィークとかさ、お盆じゃなかったら 2,3 日家でダラダラしとることって社会じゃ許されへんねんって。ひどくないか。もうなんか社会って厳しいよな。せっかくこんなに文明発達しとんやからさ、これこれ何でもできるやん。なんかダラダラできるようにもしてくれよ。まあわけのわからんこと言っとんのは承知なんやけど、こんなになあ、ちょまあええわもうこの話。この人間が存在する前の世界と比べてこんなに発達して、まあこんな働かなあかんのかいって思ったっていう話ね。ちょっと分かるやろ気持ち。どうでしょうか。
報酬回避からのトップ取れずとかありえんで、オカピーよ。お、耐えた。札幌一番うますぎ、ほんまに。マジで。スガキヤよりはうまいな。ちょ、天一って言おうとしてるけど、それは嘘やったわ。何をしとる？何しとんねん、こいつ。おだめ引くんや。ナイスアップ。おからさやか、かわいい、もう好き。さっき言ったらよ。
1位となりましたのは角川桜ナイツ岡田紗佳選手プラス 56.8 ポイント、2位はチームライデン友廣選手プラス 12.8 ポイント、3位はコナミマおちゃん吉澤和則選手あ消えてない9ポイント、そして4位がミルクミルクさん北海道秋選手マイナス 48.6 ポイントとなりました。開催102日目第1試合の模様をお届けしました。ごちそうさまでした。